こんにちは。今ですね、ご紹介いただきましたグッドゥというサービスやってます下脇と申します。ちなみにグッドゥって知ってる人、おっ、これは予想以上にちょっと多くて嬉しいです。4割ぐらいですかね。ありがとうございます。どんなサービスか話しちゃうとすぐ終わっちゃうので、それはネットで調べて、なんで僕がこれをやりだしたか、簡単に言うと社会貢献サービスなんですが、この話もですね、ちょっと長い割に面白くないんですね。なのでそれも今日はしません。なんで僕が何を問題として感じているか、僕が感じる社会課題についてですね、お話ししたいと思います。まず最初に皆さんちょっと想像してみてほしい、想像というか思い浮かべてみてほしいんですけど、多分ここに来ている皆さんはそれなりに社会起業家とか社会課題とか多分考えている方だと思うんですが、おそらく皆様のそこそこ仲がいい友達なんだけど、このイベントに俺が金出すから一緒に来てよって言っても絶対来たくない、やだ、全く興味ないという人って多分いると思うんですね。例えば会社の同僚かもしれないし、もしかしたら親かもしれないし、高校の友達かもしれないし、でそういう人を一人頭の中で皆さん思い浮かべてください。〇〇君だな、〇〇ちゃんだなと思いましたかね。多分結構簡単に見つかるんじゃないかなと思うんですけど、でその人にこういう質問をしてみたらどういう答えが返ってくるかっていうのをシミュレーションしてほしいですね。皆さんまだなので、その質問は、じゃあお前さ、まだじゃあ飲みに行ってる時でもいいですけど、お前ってなんか社会起業だったとそういうことはわかんないと思うけど、何か世の中で問題だなとか課題だなって感じてることって何かあるというような、すごい軽いノリ、難しい言葉だったりして、聞いてみたときに、その子は何て答えたって、皆さん、こうシミュレーションしてみてほしいんですよね。聞き方にもよるし、社会課題とかいうことに何度も取っていったかもしれないんですけど、多分レベル感って、例えば少子高齢化だ、過疎化だとかわかんないですけど、そういったものがあれば、例えば自分の娘の通う小学校の、わかんないけど、飛行の道がちょっと暗いとか、それも立派な課題だと思うんですよね。そこまで入れちゃうと、何が言いたいかというと、おそらくその質問をした相手の9割くらいの人は、何かしら必ず、いや、俺の課題はそうなの、そういえばそれは課題だと思うねっていうものがあるはずなんですね。つまり、世の中の9割くらいの人は、引き出せば、それは大きい小さいいろいろあるけど、何かしら課題と感じていると僕は思ってます。で、じゃあ、みんなが、皆さんが聞いた人が俺はこれだと言ったとしましょうかと、でその人にもう一個質問してほしくて、それはじゃあその課題を解決するために何かしてますかと、したことがあるかで、聞いた時に、その人が何て言うか分からないですよね。けど僕のちょっといろいろ聞いた、僕データなんでちょっとばっくり感覚値ですが、イメージ2割ぐらいの人しかおそらくやってるよ、俺はこういうことやってるよっていう人いないんじゃないかなと思うんですよね。つまり9割ぐらいの人は何かしら課題があるんですよ。でもそれに対してアクションできてる人っていうのはおそらく2割ぐらい、なんでだろうというところが非常にあると思うんですけど、すごいいろんな問題っていうのがあると思うんですが、一言で言ってしまうと、結局自分が課題だと思っているものを解決するっていう、そのイメージが全くつかない。社会課題を解決なんて俺にはできねえだろう。確かに一人で頑張って全てを変えられるわけじゃないけど、そこにちょっとのパワーも出せないだろうっていうふうに決めちゃってる、思い込んじゃってるというのが僕にとっての社会課題なんですよ。だから僕が考える社会課題は、世の中の9割ぐらいの人は何かは問題だなと思ってるんだけど、そのうちの7割ぐらいの人は、いや、それって何もできないよね、国がやらないといけないよね、誰かがやるよね、そういうふうに思っちゃってることだと思ってます。なので、夢はですね、僕31なんですけど、30年後、60歳の時には、本当に世の中の9割ぐらいの人がですね、いや、俺にとっての課題はそれだと。これはもうよしあしじゃないんで、その人次第だと思うんですけど、それに対してこういうことをやってるよと、そういう世の中にしたいなと、そういうふうに思ってます。すごい具体的な、例えば例でいくと、テレビとか見てて、いつもすごく思うんですけど、なんかちょっと例えば事件がありましたと、ニュースで、ね、しゃべるじゃないですか。で、この事件の起きた背景には、例えばこういう
社会問題があると。で、コメンテーターの人たちが、そうですよねと、なんとかみんなで、そういう法律整備とかしていかないといけないんですね。そうですね。次のことは、まあ、じゃあ次のニュースということなんですね。これを変えたくて、具体的には。例えばそこで、絶対出したいのは、じゃあなぜそれが起きてるかっていうのを、例えばこうテレビとか、リモコンの4色ボタンとかあるじゃないですか。こう青いボタンを押したら、ビローンってなんか出てきて、その問題の詳細が出てきたりとか。でさらに、それに取り組んでいる NPO がいるよ、みたいなのが出てきたりとか。さらに、赤いボタンを押すと、その場で100円寄付できたりとか。例えばですね。例えば、まあ、震災の災害が起きたときに、テレビでニュースが流れますよね。その時に、まあ、それはちょっと緊急性のあるものですけど、本当にさっきの4色ボタンじゃないけど、押したら10円がすぐ届けられるとか、まあ、そういったような仕組みっていうのを作っていけば、さっき言った9割の人がちゃんとアクションできると、そういうなんかができるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、Doo っていうのはですね、みんながユーザーが自分でまずお金を出さずにですね、まあ、無料で NPO を応援できると、まあ、そういうサービスをやっていて、今お伝えしたのはもう30年後ですね、誰もが、自分の考えや課題に対して能動的に、世の中はちょっと変えられるんだと、そういうふうな世の中をですね、作るために今頑張ってます。で、当然僕一人じゃできませんし、まあ、ここにいる方は多分、まあいいかなって思ってくれるかもしれないですけど、普通の人に言うと、お前何考えてんだという話しかされないんですが、まあ、きっとここに来ていただいている皆様はですね、まあそうかと、そうなったらいいなぐらいは思ってくれると思いますので、まあ、今日皆さん、ご登壇された、まあ、プレイヤーでやられている方っていうのももちろんですが、皆さんも本当一人一人がですね、変わっていけば本当に大きなパワーになるなと、そういうふうに思ってますので、ぜひ、まあ、僕も頑張りますので、みんなで世の中をですね、よくしていきたいと思ってます。ということで、ありがとうございました。